はい、始まりました。これあれですよね、ニコ動の、まあ、何かを説明していただきます、はい、本当はニコ動、ニコ生の方でやってる生放送の方で、本当は生放送、はい、生放送の方でね、はい、流そうと思って作った映像なんですけれども、群馬行ってきますね。で、一応そのオズマくんが辞めて、まあ一月二月ぐらい経った段階でちょっと会いに行ったんですけど、まあ何してるんだという意見がね、皆様からも多かったので、そうです、ね、じゃあ会いに行ってきな、旦那トラちゃんの手で、そうですね、そのカメラを一人持って行ったという、まあ、自分撮りの好きな受け地くんのことですから、まあ、綺麗に自分を収めてくるだろうという、うん、いや結構頭悩ませましたね、はい、そうですか、はい、どううまく映るのか、そうですね、どういう、でもあの日曜日に木村さん一人で何やってるんですか、あれは、あ、確かなんかゴルフの帰り、そうですね、ゴルフ帰りで、帰り、帰り、帰り、会社に一回戻ってきて、そこからお家に帰ろうっていう、うん、何時あれ、あれ確か昼の、確か14時とか、もう朝1ぐらいで、電気落としてるから、そうです、そうです、早朝みたいな、先、そうですね、到着しました、群馬県、これは止まりましたけど、ね、ああそうですね、まあ、止まりましたね、新幹線の群馬尽くし、群馬尽くし、群馬だらけ、うん、境ですか、これはあれですよ、ね、ウケチと桑原2人きりだと意外とぎこちないっていう、いや本当そうですね、あの感じがなんか僕はたまらないんです、いや本当話すことがないね、ローラローラこれ隣でパラパラ踊ってますから、ギャル買ってまいりました、ハサミの柄じゃない、え、地面がですか、ジャケットですか、ジャケットの背中ハサミ、意味が全くわからない、ハサミってダルマ弁当、はい、これもなんかネタをって思って、ほらだからやってみるじゃない、こういうことをさ、君はやっぱこのやっぱ食事のシーンをカット割ってるっていうのがポイントだと思います。これはどう分析しますか、山口さん。なかなか割らないと思いますよ。自分が食ってるところを2カット使うっていう。この子自分のことをなんか気に入ってないとできない。いやー結構頑張って考えたんですけどね。いろんなアングルから撮ったんですか、あれ。いやいや、でもあのあんなもんですよ。じゃあ飯でも行きますか。もう飯だもんね、間が持たないから、今弁当食ったのに、ね、正直そんなお腹が弁当食った足で飯行くかってお前から提案してるじゃん、しかもまあ、どこも行くかもなかったけど、飯食ってて結構一生懸命自分でしてたんですよ、うん、結構いろんなこうやって食べたり自分で、あーらそうでしたっけ、してましたよ、さすがにそれは使わなかった、まあそうですね、可愛く取れなかったの自分のこれもね、まあ行くことになるんですよ、まあ、本編でね、うん、でもこれね、ニコ動で流した時本当は前後編で、まあそうですね、きちんと全部流すつもりだったんだけど、割と前編流したらすごい面白いから DVD に入れようとかね、うん、2日、1泊2日してたんですよ、1日目と2日目で流すで、1日目が評判悪かったのでって思ってて、うん、どこが響いたのかやっぱりやっぱ食事のシーンだよ食事のシーンあれだってカット足してるよね、どの今回で足してる、生放送で流したやつに足してるでしょ、横からの、いやいや、ありましたもん、ありました、ありました、ありました、あの正面の絵しかと印象に残ってない、あ、本当横もありました、あったんです、はい、あ、じゃあ何これ付け足しみたいなのしてないんですか、付け足しっていうかちょっと短くなりました、切って走ってる、あの、むしろ、むしろ、はい、走ってる、その改めて見ると全然これ面白くないでしょ、これさっきからね、桑原さんが面白くない面白くないって言ってるけどね、そんなことあるんですよ、何ですか、これはだから桑原とオズマの、違う違う違う、桑原とオズマ群馬と栃木みたいなもんですよ、ポケチと桑原のこの感じを見るコーナー、普段のね素の部分、ちなみにこのイタリアンレストラン食べましたよね、映像に入ってたやつ、美味しかったですか、うまかった、うまかった、っていうか俺思ったんですけど、あのこの5人にご飯食ってるじゃないですか、はい、誰も喋んないですね、飯食ってる時にお腹空いてたからじゃないあれ GGC の時も、うん、あのここ行った時もみんな無言で飯食っていったわけ、いやそう、うん、まあ、そんなんじゃない、美味しくないわ、いやいや、うまかったよ、いや、うまかった、うまいから黙ってくるんだ、あ、そうです、特に話すこともないんじゃないですか俺だからそう、桑原さんのご親戚のお店で、そうです、高校生の時ここでバイトしてた、ここの店じゃないと、あ、まだ立ってる場所は違う、フロア、厨房、あ、でもフロアメイン、フロアメイン、お前だこの面で接客業をやってたというね全然やりました、高校生、フレッシュですか、
高校生なんてお前だってすごいさ、チンピラ、完全にチンピラでしょ、もっとチンピラだろ、そうそうそう、面だってなんか後頭部の白髪のとこ、鉄パイプで殴られたから黒い髪が生えてこなくなったちょっと、ハゲがあるところの話そう、鉄パイプで殴られて白髪が生えてこなくなった死んじゃった時のことですよね接客業やってたのすごいね、イタリアンでやってました、やってました寿司屋とかじゃないの、そっちの方が似合うかもしれないと思う。寿司よりパスタの方が好きだったんですよ。あ、そう。あ、でもあのこのお店の人がやってくれたようにあのドリア作ったりしてくれるわけでしょ。ああいうのはしなかったっす、ね。あ、しなかったっす。ああいうのはやらないんだよ。ちょっとね汚らしいかな。ほらほら見て見て皆さん見て。俺100万円もらってもこれできない。寝起きの自分とってハイプ捕まえます。いや考えたんですよ、いろいろどういう絵でいこうかな、書いたりして寝起き感を足してるじゃん、わざわざ演出してるわけですね。これを書いたら多分いや山口さんどう見ますか、あれ。いやでもこういうブログありますよ、ああいうなんか自分のその寝起きとか撮って流してるブログ、でも太った男性はやらないでしょ、そういうこと。蕎麦屋さんとかないですか、近くに。それをやっぱやるというね、あの膨らみやっぱりこうちょっと、いやいや本当ですよ、本当寝癖足した、いや本当です、いやこれ起きて起きてすぐ俺撮りましたから、すげえなー、大丈夫なんですか、しょうがないです、あのここほら各わざわざ来てもらったんだから、ネタ提供、そうですね、ちょっとあんまりあの場所バレ、これだからこれ解説いると思うんですよ、この後桑原亭の部分、ああそうですね、山道入ってますけど、木村さんはずっとあれ、はい、あそこなら、あそこなら、これ生活道路だろ、あ、いいですか、言ってましたね、これが何なのか、うん、多分これオーディオコメンタリーなしで見た人がどう思ったかって感じですよ、ね、いや家だともう決まってんじゃないですか、何の演出もないですよ、そうそうそう、その嘘ですみたいな演出ゼロじゃないですか、そんなとこで暮らすわけないじゃないですか、いやだから本当に俺も家だと思いました、うん、あ、言ってましたね、え、この動いてそういうつもりだったわけじゃなくて、はい、何ですか、これ冗談なんだって、だから桑原が本当の家なんか見せるかよっつって、ご家族が親戚が持ってる別荘みたいな、はい、いやいや普通に家だと思ってすごいじゃない、うん、っていう体なのに何の説明もないんだよ、生放送で流すっつうからじゃあこれくらいでいいのかなと思って、セリフのフォローが入るから別にいいかっていうこと、あ、違う違う、生放送だけだったら、まあ、だから長すぎるんだ、流れちゃうもん、流れて終わっちゃうからいいかなと思ってガッチリ DVD 収録されるっていう、だって栗山さん、運行のね栗山さんがこれ見て、はい、あいつほんとすげえ家住んで広いね、だってほら冷蔵庫で外からアクセス出してる憎しみがちょっと振り返ったすごくいいね、見た人そう思っちゃう、豪邸だと思いますね、ちゃんと冷えてる、でも豪邸じゃないでしょ、豪邸というかちょっと一風変わった、不思議な、おしゃれもね、なんか形容できない家なんだ、なんだっていう、やっぱ変な家住んでた、金持ちでも貧乏でもなく不思議な家だから、ね、説明が欲しい、ね、これはじゃあ桑原の家ではない、家ではない、ラーメンもさ、お前が手前じゃん桑原が奥でお前が手前っていうさ、ちょっと自分で戻ってましたけど、そうだね、食べてるの、みんなが見たいのは桑原なんだ、あ、本当っすか、あ、本当っすか、どういう、えちょっとそうなんですか、さすがさすが、一回止めるんしゅ、何もう時間もないですからね、メニュー画面決まりましたね、そしていやいやいや、ダメですね、メニュー画面、君のおっぱいでいいよ、次だよ、次おっぱいの右と左でしょ、次もじゃあ3本もお前のメニュー画面になっちゃうじゃん、ありがとうございました、どうもありがとうございました、あ、まだ負けだ、なんだ、ああ週刊ファミ通、週刊、今違う、コネクトオンで、ね、コネクトオンの編集フロンティアオンライン、すごいね、誰だって言わないで、はい、終わりです。